供養しに来たぞ。なんすかあれ。ちょっと待って、やばくないこれ。ちょっと見てくれてもまずいよ。います。うわ、こんだけの数だから要はなくなってるってことなんだね。去年の割れなかったんで。あの数だけ今ちょっとね、僕右足に子供が人とくっついてるんですけれども、はい、これ地下にあって位牌壇とかあったのかもしれないですね。見えてない。かわいそうだ。俺も聞こえた、右の方から。これは簡単に引きずり込むタイプのものですね。すごく怯えてます。もしかしたら奥に何かいいのかも。奥に、はい、もっと悪いのがいるんだと思います。入り口にいた霊が今原田さんについていったということですか。はい、そばに乗っかっています。捉えてるね。井戸はやばいです。やばいです。いくつかあるんですか。書いてあります。いや、それは危険ですね。ほら、これ。要するに、ちょっと3人埋められてるっていう。ここにもあるじゃん。なんかどんどん。あれ？これですか？違う？何？何？手踏んだんですよ。人の手をいきなりなんですけど、男の人背高いとかなんとかって分かんないですよね。そういうビジョンが今そこにいるんで。